はい、皆様こんばんは。こんばんは。恒例の火曜日グループですね、コンビですね、人気あるんですよ。そうなんですか、本当ですか。うん、本当なんです。誰が言ってたんですか、楽しい。たくさん言ってました。多分ね、僕が知る限りに、そう、3000人ぐらいは聞いたかな。そうなんだ、うん、ね、で、はい、じゃあ行きます。はい、浜田さんの、はい、最近考えてること。人ってこう感情っていうものがあるじゃないですか、うん、まあエネルギーっていう言葉にも言い換えられるかもしれないんですけど、うん、まあっていうか人そのものがエネルギーの塊だよね。はい、うん、それでネガティブとポジティブっていう言葉についこう判別しちゃうじゃないですか、うん、悲しいとか、うん、憎いとか、うん、孤独とかはネガティブで、うんうん、喜び幸せとかはポジティブ、うんうんうん、だけどなんかもうそういういいも悪いもなくて、うん、どっちにしろすごく私たちはの感情ってこう動いてるんだなってすごい思うんですよね。うん、うん、ムーブしてるっていうか、とにかく動いてる。その、うん、悪いネガティブと言われる方だったとしても、うん、動きはあるし、うんうんうん、ポジティブだと言われる方にしても動きはある、うんうん、そうですね、うん、だからそのネガティブな方をこう排除する、なんかそれを味わうのって結構辛いじゃないですか、うんうん、だけどそんなこと考えないで前向きになろうとか、うん、なんかそういう感情味わいたくないって言ってる方ってそっちに動けないから、うん、逆にポジティブな方にも感情が動かなくなってくるじゃないかなってすごい思ってて、うんうん、なんかそこを抑制してると逆の方にも動けなくなるから、うん、そのね、ああ、ってことは、うん、だから言い換えればいいことも悪いことも全部受け入れるとも言える、はいはいはい、うん、でもなんならそれをいいこと悪いことって言うと人生において常にいいことも悪いこともっていうのができちゃうから、うん、悪いことすらも、うん、まあ、そこに境目がないというか、うん、本当はないよね、うん、はい、うん、直接的にはあっても、はい、うん、だって後で振り返ってみたら全部いいことだ、うん、悪いことも含めて、うんうん、全部要するにいいこと悪いことじゃなくて自分に起きたことなんだよね。あ、そうですね、過去を振り返ったら、ね、はい、うん、でそこに感情が動くことも別に悪いことじゃないっていうか、うん、自然なことだよね。はい、うん、まあ、その時はちょっとしんどいかもしれないけど、うん、それを味わうことって、うん、なんか浜田さん最近ね、はい、こう顔を様子見てると、うんうん、僕は何かを感じます。何を感じるんですか。何かね、何かを背負って、なんか感じられてます、ね、何かをね、背負ってるというと大げさな言い方が、背負ってる、うん、何かを、ね、何を背負ってるんですか、浜田先生。多分ね、僕の想像ではね、うん、悪いことが多分起きたんだと思う。でね、うん、それをね、自分の中でね、どう捉えたらそのいいのかっていうところから今の発言が来てんじゃないかなってピピッと今来た。うん、そうなんですか。いや、まあ多かれ少なかれ日々いろいろありますよ。誰だってね。はい。うん。うん、って考えると、だからそこを超越したところに行ったわけでしょ、うん、まあ、うん、2つの視点が必要かなと思ってて、うんうん、例えば、まあ、苦しいっていう感情が湧いた時に、うん、別の視点、今、うん、それを味わおうって決めようって思う視点があるといいのかなと思ったりはします。あんまり人として超越しすぎると、ね、だからさ、僕がさ、よく演奏でね、レッスンで精査し言ってるのは、とにかく
感情レベルでね音楽を捉えない、もっともっともっとその先とか、もっと、うん、上の方とか、うんうん、もっとなんていうのかな、うん、そんなところじゃなくて、うんうん、もっと普遍的であって、うん、っていう僕はあの言い方をしてるし、それからあの、まあ、最近ねあの僕録音自分ちょっと気が向いたから聞いたけど、要するにあれを聞いてね、下手かうまいかっつったらね、あ下手だなって思う人も正直多いと思う。だって僕練習してないから、うん、練習してなくて一発撮りで録音してで上げちゃってるわけで、じゃあ基準は何かっていうと、いや下手かもしれないけど、あの自分らしさがあ出てるなと思ったらもうそれでいいやと思って、うんうん、でそれを分かってくれる人はあの10人聞いて、まあ、1人でもいてくれたらそれで共感してくれたら僕はありがたいし、うんうん、それで上げてるし、下手なの100も承知でね、人から下手だ下手だってね、あの言われようがなんだろうが、うんうん、別にいいんだよ。なんかその2つの視点って私でもすごい大事だと思います。あのこれを例えばアップした時にこの演奏を下手だと思う人もいるだろうなっていうもう一つの視点があることによって、それでも自分はこれをあげるっていう選択に変わるじゃないですか、意思と。何もそういうもう一つの視点を持たずにパッてあげるのと大きく意味合いが違うと思うんですよね。なるほど、そう2つの視点って結構大事なんじゃないかなと思います、うん、2つの視点ね、うん、比嘉君もうちょっと分かりやすく僕に解説してくれる、浜田さんの言ってることなんとなく分かんないけどいやだからなんか ちょっと僕には遠い表現だ今すごい理解してくださったのかなって、なんとなくあれなんだけど、ちょっと比嘉君の言葉でちょっと言ってくれるともっと分かるかな。なんかこう今話聞いてなんか奥行きがあるなって思ったんですよ、うん、こうなんか人生の考え方とか、うん、その物事の捉え方、自分がそれはわかる、うんうん、それでだから何のえいや僕はもし間違って認識してたら申し訳ないから、浜田さんの言葉からもう聞いたから、うん、日が僕からも説明をする、うんうん、違う言葉で、違う言葉で、うん、それも難しいですね。あの、まあ、違わなくてもいいけど、もしくは同じことでも2回聞いたら分かる。2回じゃあ、うんうん、でも僕もあの自分の演奏を YouTube にアップするときなんかすごい葛藤があるんですよ、うんうん、なんかこの演奏をアップしたいっていう自分と、うん、あこれはなんかちょっともうやばい、低評価もうこうやって押されるだろうなみたいな、うん、なんかそういう自分がいて、で、うん、SNS とかでもそうなんですよ。なんか文章を投稿するときに、うん、なんかどうなるのかなみたいな自分もいるんですよ、うん、なんかどういうこと投稿していいのかなみたいな、うん、でもそれを悪いとかじゃなくてそういうことを感じていることっていうのはあのやっぱり何も考えずにただパッてこう SNS とか、まあ、YouTube もそうでなんですけど、うん、そういうのにこうパーって何も考えずにはい聞けみたいなね、そんな感じで発信するのよりも何かこう深みがありますよねってことですよね、うんうんうん、深みじゃないか、そうそうそう、深みっていうか自分の中に、いやさっき浜田さんが言ったその2つっていうキーワード、うん、その2つって何だからあのこういうこと投稿していいのかなとか、こういうものアップしていいのかなとか、これをアップしたらこう言われるだろうな、だろうな、言ってくる人がいるだろうなって、うん、思う人がいるだろうなとか、そうですそうです、うんうんうん、そういう発想が湧くじゃないですか。ちょっとネガティブな方ですよね、うん、そういう、ああ要するに単純にポジティブとネガティブな、うん、ですよね、うん、もうそうだけど、うん、あのこういう人がいるだろうなっていう、うん、あの視点、うん、こう、うん、うん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 、まあまあネガティブ、うん、じゃあネガティブですね、うんうん、でそれが何だっ
そういうことを持つのもなんか大切なんじゃないのみたいなお話、ね、その上でもそれを知った上で投稿するわけじゃないですか。それでも自分は、あのこれを貫くっていう、そこに意思と選択が生まれるじゃないですか、それってすごく私力強いと思うんですよね。そう、意思と選択がそこに生まれてるってことが、そうじゃない、あのそういうあのもう一つの視点なく、いやこれがいいんです、これが私なんです、で何もなくあげることとは、私は違うと思うんですよね。同じ投稿一つにとっても、なるほどね、ちゃんとエネルギーにこう中身がある感じがしますね、その人のこう意思が。でもね、それ僕ね、あげるときに、あのやっぱりあのその前にちょっと思ったこととつながってるんだけど、結局ね、あれ過去に YouTube で言ってたかな、結局そのほら感覚で弾く人とは頭で弾く人といるのと同時に、感覚で聞く人と頭で聞く人に分かれると思う、大きくね、もしくはその時によってそれが違ったりとかする、で僕はね、あの本当にね、自分がね、頭で全然あのこの間あげた演奏も全く弾いてないんだよね、感覚だけで弾いてるんだよね、でそういうところまでやっと行けたっていう実感があって、でまあちょっとこんなこと言ってるとちょっと自画自賛みたいで嫌なんだけど、結局ね、あの自分らしい演奏っていうか自分の個性みたいなものがやっとこの年になって出てきたの、思うんだよね、だから比嘉君そこで入る、入ってるかなと思う、顔入ってないそれ。いやてかちょっといいですか、十分前から個性出てると思ってたんですけど先生の演奏今なんかあそう、まあ、いいどうちょっと、ね、よくわかんないよ、いやいやぶっちゃけね、要するにね面白すぎる、だからね、いや自分で分かってんだよ、あのね、いやいや若い時の演奏はそれはね、僕はまあ今から思えば便宜上使うとアカデミックな中の範囲で、やれることをやった演奏だと思う、で今はもうそういうものを全部取っ払っちゃったところで、もちろん散々ね、何十年ってね、アカデミックなところを要するに追求して、その下地があった上でそれを取っ払ってるから、最初からそれが全くないのと多分違う、まあ似てるような似てますね、だから何が言いたかったのかっていうと、いやだから、だからそういうね、境地にまあいた、要するにあやっとその自然にね、あの作り物でも何でもなくて自分に正直に弾くことができるようになった、なんかこうさ、例えば正しいか間違いかっていう物差しじゃなくて、そうじゃない何か物差しで、そうじゃない物差したら、まあ要するに、自分に正直な演奏ができるかどうかっていうところに焦点が合ってる演奏であって、でそういうタイプのね、まあ、偉大な演奏家って例えばいると思うわけ、で僕が、例えば、好きなピアニストの人にコルトがいるよね。そうするとコルトの演奏っていうのも一見パッと聞くと全然アカデミックじゃないって印象を持つ人が多いと思うけど、人によっちゃあんなの嫌いだって言うだろうし、だけど
僕はなぜか学生時代からコルトーの演奏っていうのはいびつなんだけど何か惹かれるものがあったんだよね、うん、例えばね、うん、で結局自分はそれを目指したわけじゃないんだけど結局なんか似たような方向に来ちゃったの、そういう意味ではね、あ来ちゃったなっていうのがね、うん、今の心境なんだよね、うん、だからでそこで何が言いたいかっていうとね、僕は感覚的に弾いてるから多分感覚的に聴いてる人の方が受け入れてもらえるのかなっていうふうに思うんだよね、うん、頭で聞くとあこの音外したよねとかあこの音抜けたよねとかねあこの音バランス悪いよねとかっていうなんかそういう聞き方しちゃうじゃん、うんうん、で、そうじゃないものが逆に聞こえないよね、うんうん、っていうのはちょっと思うところなんだけどね、うん、まあまあそれはいいんだけど多分前の動画かなんかで撮ってるかもしれないんですよ、うんうん、だから、うん、そっからその浜田さんの話からそこに来ちゃったんだけど、うんうん、浜田さん的にうまく戻してくるまあでも最初に言ったそのまあ投稿の話ともかぶりますけど先生が今ご自身の演奏した時にこの演奏を客観的に見た時にまあ頭で聞く人は自分の演奏こう思うだろうなとか。それももう分かってるわけじゃないですか先生は、うんうんうん、分かってるか仮説だけどね、うんはい、多分、うん、推測、うん、でも自分はこの道を行くっていうこれが自分だっていうとこに行き着いたっていうのは力強いなって思います。うん、うん、だからねいや世の中にいろんな演奏があったときに好き嫌いで判断しちゃダメだね、うん、で改めて思う、うんうん、自分がこういう境地に立ってみてふっと頭に浮かんでね本当のところはその弾いてる人にしかわからない何かがあるんで絶対理由があるんで、うんうん、で例えばあ嫌いだからっつってあこの演奏ダメ嫌いイコールダメ好きだからいいとかねそういう方程式で演奏を聴いちゃいけないよね、うん、って思う、うん、なんか、うんうんうん、っていうのは改めてちょっと思った、うんうん、どうしても好みは出ますよね、うん、何にしたって、うんうん、ただの好みっていうだけで、うんうんいや本当にねいや例えばさこう言っちゃなんだけど、まあ、自分の演奏はとりあえず、脇に置いておくとしてね、やっぱり高い次元の演奏いろんな意味で、ね、高い次元の演奏、例えば深い思考に基づいた哲学があってで行き着いた演奏っていう、ね、そういう領域の演奏っていうのが あるわけだよね、うん、みんながそこに到達できるわけじゃないんだろうけど、うんうん、もしかしたら限られた人しか到達できないのかもしれないし、うん、でそれに対してそこまでじゃない演奏っていうのもある、ねうんうん、ただそのあくまでもその高い領域の演奏を例えばしてるとして、それが自分の例えば好みじゃないからといって、簡単に切り捨てちゃうのはできるんだけど切り捨てちゃうことはできるんだけど
ある段階まで来たらやっぱ切り捨てちゃダメだなっていうのは思う。なんかね、いや絶対にその人じゃないからわからないし、本人も全てを言語化できないと思うんだよ、だけど、やっぱりこっちから歩み寄らないと、いや本当にそこまでの領域じゃない演奏の方が多分多いんだろうけど、そうですね、っていうのは思うよね。じゃあ比嘉君今度戻してくれるかな。戻す最初の、だから僕はすぐ横道にそれるからさ。いや好みであるとは思います。ちょっと戻すと。ちょっと戻りましたね。少し戻すと。アップロードの権利のところまで戻ると思いまして。そうだね。じゃなくて、そのちょっとアップロードまで戻んなきゃ。戻ります。戻ります。戻りましょうか。アップロード投稿するときの話。投稿するときの話。また3回目くらいですね。投稿するとき。いやでもね、いやだからアップロードに関して僕、ちょっとまだ勝手なこと一応言っとくけど、こうやって撮ってるのはただの趣味だから、なんかこれでどうのこうのっていう目的何もないんだよ、あげることによって、なんか面白いから、やってるだけで、みんなの話がまた興味深いから、もったいないんだよね。やっぱ撮っといて記録に残しとく、演奏にしてもそうだけど、やっぱ記録に残しとくって大事だなってね、思うね、改めて。その先生のこう肩の力が抜けた感じがいいんでしょうね。そうかい。なんかこう、例えば、ちゃんとしたカメラを準備して、もうきちんと編集して、これで世の中の人に影響をなんて考えたら、こんなに確かに話せないし、なんか私たちもリラックスして話せないし、そうですね、こんなにアップロードできないし、続かないと思うんですよね。そのちょっとこう抜け感が だって無理のないところでやらなきゃ続かないじゃん、でさ無理ないところでさ、こうやっていつもさディスカッションする時があって、それを記録に残しておかないのはもったいないなって思うこといっぱいあるからね。みんなのこう独自の発想でこうね、発言があって、僕がこの年ね、みんな生徒のみんなより全然年いってても、僕でも目から鱗のことってあるから、やっぱり、ね、年が上だからってこっちが何でも全部知ってるわけじゃないから、すごく貴重だなって思う、もうこんだけ撮ってくるとね、今まで何話したかなんて全然覚えてない、膨大な量の情報が詰まってますからね先生の YouTube チャンネルに、ダダ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 ダと、なんかちゃんと、なんていうんだろう、完備しないところがまたいいですよね、なんていうんだろう、そう、いやだから、俺、本読むんでも小説読むよりエッセイ読む方が好きなんだよ、どっちかっていうと、感覚的に読めるから、いやだってここにある絵だって本当に管理しようとしたらもう厳重に鍵かけてとか、普通なりますよ、このだけどもう、言っていいのか分かんないけどもうね、いろんな人出会いしたりするし、気がついたらなかったりして、鍵も普通の鍵だしね気がついたらなかった、危険やば先生が朝起きたらとか、レッスン室から出てきたらとか、なかったとかね、まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、いやいや結構その肩の力抜けてるってすごい、私は大事かな、まあでもね、やっぱりね、感覚的なことを優先すると、まずは肩の力が抜けてないと何にも感じてこないし聞こえてこないし、
ていうのはあると思う。うんうん、で、うん、で浜田さんの結局そこをじゃあ日が来る映んないんじゃない？映ってますよ、はい、あ、じゃあ私がこっちに来る、うん、そうだからいいんだよ別に、うん、で何だっけ一番最初ですか、うんうん、あの感情はただの動きだっていう。ああ、はいはいはい、そこまで戻った。ただの動きなんです、うん、ただ動いてるだけなんです、うん、そうだね、うん、だからダメなものを作ると常にいいか悪いかの人生になっちゃうんで、うん、だからそもそもさ、いいか悪いかって判断も、うん、もしかしたら変なのかもね、うんうん、正しいとか間違いとかね、うんうん、本当はそういう問題じゃないよね、うんうん、そうですね、うん、まあもちろんさ 何事もね、あの学ぶ段階ではどうしてもそういうところを道を通らなきゃいけないけど、うんうん、でも本当は違うよね、うんうん、だから好きか嫌いかでもないのかもしれないしね、うん、人によっても違いますからね、うん、そういう感覚って、うんうん、どう何でもありだよね、うん、だからその人間の感情とか思考とかそういうものってもちろんあるんだけど浜田さんここじゃ入んないよ。だから人間の感情とか思考とかまあいろいろあるけど、うん、それってさ例えばもう本当に表面的なところばっかり捉えがちだよね日常でね、うんうん、でもそんなもんじゃないんだよね実はね、うん、自分でも気づいてないんだけど、うん、いろんなことが自分の深層心理の中にあって、うん、とかあの思考の中とかね、うん、にあって気づかないことの方が実は多いよね、うんうん、でもどんだけそれに気づけるのかっていうのも大事なのかなとかね、その、うん、その無意識化の何か自分の、うんうん、でそういうのって僕は全部最終的には例えば僕たちはピアノに携わってて演奏を細々とでもやってるわけだけど全部やっぱ音に出るよね、うんうん、もう、うん、結局、うん、もちろんそこにはね肉体的な条件とかいろんなものも関与してるけど、うん、でも結局はなんだろうね、うまくなればなるほど、自分の本質的なそういう部分と、音がより結びついてくるって言ったらいいかな、うんうん、リンクしてくるっていうか、つながるというか、うん、それはありますね。それがやっぱりだからさっき僕言ったようにその自分らしい演奏がやっとできるようになってきたってね、うん、60前にしてね、うんうん、やっと思えるように自分でまずは思えるようになったから、まあ、人がどう思うと、うん、だからなんかすごいちっちゃい子がすごい難しい曲をいかにも思いを込めて弾いてるのを見ると、うん、ちょっとそこに違和感を感じるのは、うん、そういうことなのかもしれないですね、うんうん、もしかしたら、うん、まあ逆に捉える人もいるけどね、子供の方が何も考えないで弾いてるから結びついてるって捉える人もいるし、うんうん、でも子供その子によるよね、うん、やっぱ頭で考えちゃうタイプの
子ってのもいるから、だね。何今日火曜日にメンバーなのにこんな真面目な話してんだろうねいつも真面目なつもりだったんだけど、じゃあ、もうすぐこうだということで、浜田さん一発芸でもこう何かこう炸裂するような発言に浜田節が出る締め、先生がピカソの版画を購入されました、いいですか。いや版画じゃねえよ、パネルだよ、2000円のパネルだよっていう私と言ったら、これそっか、これピカソって書いてあったんだ。そう。何なんだろうって思って。私はこれをもうこれにまず目がいって、もう素晴らしい版画だなって思ったっていう。2000円。2000円。あ、そうなんだ。ぐらいだったと思う。Amazon で売ってるよ。なんかねカバーとかね、いろんな面白い。かわいい。ね。購入されます。いや、うちにいるブラッキーに似てるから。ね、似てますね。それを買ったんです。鳥を食べようとしてみたいな。だから浜田さんはきっとね、今向こうに行こうとしてるけど、とどめを刺すようなこと言うけど、僕はさっき言ったようなことをちょっと最近感じてたから、いやいやいや顔に出てたから、だからそういうことを考えたんだろうな。って勝手に思ってた、思った。きっと浜田さんなりに言わないだけでいろいろねあるんだろうな。何ですか。そりゃ人間言ってたらあるよそりゃ。いや、うん、そういうアンテナが先生はすごいですから、ね、そっちに持っていかないでください。いや、でもさ浜田さんのさそのさ美しさとさ年齢とさね、そのね、浜田さんの性格の良さとはあったら、それはね、周りがほっとかないしね、で、やっぱ浜田さんの中でもいろいろ、それはね、いいことばっかじゃないよね。浜田先生、映ってます。これなんか映ってない、ね、じゃあ、顔だけが仕事に行ってきます。いってらっしゃい。さよなら。さあこっち2人で締めないといけないですね。そうですね。結局浜田さん何を言ってたんだっけ。なんかエネルギーがどうのこうのとかなんか言ってた、もうすっかり忘れちゃったけど、2つって言葉とそれからエネルギーって言葉だけ覚えてるんだけど、結局何の話だったっけあれは。一番最初に戻ると、こう気持ちいい、ネガティブな感情もポジティブな感情も本当はなくって、その中をそれはエネルギーだけだっていう、本当にそういう、ただその中をそういう揺れ動いているっていう、本当は、だから、まあ、勝手な僕の解釈ですけれども、ネガティブな感情もポジティブな感情も、その人本人が決めてることっていう、そうだよね、確かにことですよね、きっと、だから、それで、僕はだから演奏っつうものは、結局感情レベルで捉えるんじゃなくて、もっと普遍的であって、その先、もしくはもっと高いところで、作品というものは捉えて演奏するべきであって、っていうところに結びついた、そうですね。だからその日常生活においてもやっぱそれは同じだよね。やっぱそういうふうに捉えられた方が、なんだろうね、もっと、なんかこう、そういう感情、自分自身の感情の起伏に、振り回されないで、楽になるという、でより何ていうのかな、自分のその核のような、まあ魂のようなところで、なんかこう日々
物事を受け止めて、はい、感じられて、うん、見ることができる、うん、難しいんですけどね、うん、でも比嘉くんなんかは普段見てると、うん、すごくそういうようなところが強い人のように僕は見える。たまに感情的になる時があるけど、うんうん、でも基本はそういうふうに捉えてないんじゃないかなって。よっぽどじゃなきゃ感情的にならない。まあそうですね、うんうん、そうですね、うん、だから、うん、そういうところでちゃんと捉えてる人、うんうん、だからそれこそね、子供の時から、うん、いわゆる感情の世界ではない現代音楽に惹かれて、うん、そういうものを好んで聴いてた、うんうん、普通はさ、感情にレベルにとらわれるから、はい、感情で表現したりとか、感情的な音楽っていうものに惹かれたりするわけでしょ、うんうん、そうですね、だからね、うんうん、面白いね。ちょっと見てきていいですか、うん、失礼しました。いい、何でもありですね、うちの動画は。途中でね、ピンポンが今日はもう3回目来ました。まあいいんじゃないですか、自然で、うんうん、いかにも撮ってますみたいなね、うん、いやこんだけ撮っておきながら僕は YouTuber だと思ってないんでだってさ、だって編集したりとかさ、はい、僕からやったらさ、うん、あれは作り物だからさ、うんうん、たまに編集しますけどね、でもね、別にいや作り物っつっても別に悪い意味で言ってるんじゃないけど、ね、うん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 、僕は何も作ろうと思ってないから、はいはいはい、そのまんま、だ演奏も一発撮りで、音を外そうが抜けようがお話も一発撮りで、そうそうそう、なんでも、でもほら、ライブ録音の方が面白かったりするじゃん。そうですね、何が起きるかわかんないけど、そうですよね、うん、ライブ録音ならではの何か不思議な何かがね、うんうん、ありますよね、あるよね、魅力がね、うん、ライブならではの、そうそうそう、僕はだからライブの演奏は割と好きだけどね、うん、スタジオ録音、うん、なんか名演って言われてるものってライブ録音が多いですよね、うん、やっぱりね、それはライブならではのね、うんうん、何かが生まれるんだよね、うんうん、なんか浜田さんいなくなっちゃって、うん、結局何の話だったか結局また僕は分からなかった。僕たちその謎だけ残して、うん、去っていきましたから、ね、でも仕方ないですし、お仕事なので、あ、そうだ、だから比嘉くんがだからそういうことを普段から、うん、そういう意識が無意識のうちに強い人だなって、うん、ね、はい、思うからね、うん、だからこの間の話じゃないけど、うん、割とだから、ほら、人から変わってるって言われるって前言ってたじゃん。ああ、そうですね。だから、うん、そういうタイプの人って珍しいと思うんだよ、うん、結局そういうところで生きてるから、はいはい、はい、だから変わってるって、普通は一般的にはやっぱ感情の生き物だから、うん、なんだかんだ言ってやっぱ感情に左右される、はいはいはい、うん、でもそういうのに左右されない方が楽だよね。でもこう感情に左右されるときは、うん、あ、自分の状態が悪いんだなって思ってます。ああ、うん、うん、そう、うん。なんか一つのこう、うん、たまにね、顔に出るよね。本当にたまにですか？たまに。たまに。うん、そうだな、うん。瞬間的に、ね、うん。うん。でも普段は全然もっと冷静だから。でもそんな人攻撃するようなことはしないですよ。しないしない、うんうん、まあよろしい、うん、全然まとまってませんが全然ですね、うん、でも結構やっぱ皆さん
本当に聞いてるみたいですね。そうですね、意外とね、うん、だからほらさっきシェンベルクレッスンしてたじゃん、はいはい、いやあんなの感情レベルで捉えてたら何にも理解できない音楽だよね、うん、次元が違うよね、もうそういう次元の音楽じゃないよね、うんうん、何か降りてきてるとやっぱシェンベルク、うんうん、あんな音楽かけないです、うん、で聞く方も理解できないしね、うんうん、あそこに感情を、うんうん、聞こうと思ったら、うん、何もないみたいなね、いや、うん、極論言っちゃうとね、本当にね、うんうん、そういうところで作られてないから、うんうん、だからまあ日常もね、だから本質的なところで生きようと思ったらそういうものを超越したところでやっぱり、うんうん、物事を捉える、はい、うん、大事かもね、うんうん、でもなんかそういうこと言ってるとさ血も涙もない人間みたいに思われそうなんですよ。いやそういうことじゃないんだよね。そういうことじゃないと思うけどね、うん、そういうことを分かった上で、うんうんうん、難しいね、まあうん、そういう演奏を目指して、はい、うん、ぜひ頑張ってください、はい、うん、皆様もありがとうございました。ありがとうございます。たわいもない話で失礼いたしました、はい、失礼します。失礼します。